我が党のアドバイザーの吉野俊明がですね、えー、れい新選組の山本太郎さんのお名前を出してですね、街頭演説の中で、まあ、山本さんが、あのーですねえー、積極的に打つようにということを言っていたというふうな発言をして、令、え、和、ーまあ、新選組の方からですね、そんなこと言っていないというふうな抗議の連絡が多数ございまして。はいあのー すません先ほどの,です、ね、あの吉野さんの件なんですけれどもこの吉野さんの,その山本太郎さんについて今神谷議員がまあ一応謝罪されたもうこれでもう一応その令和さんとの何のて言うんですかね謝罪というかそのもういざこざというのはこれでおしまいみたいな感じになるんですかの部屋はいいありがとうございました 続きまして事,事務局からの報告を事務局長の神谷より申し上げます。お願いします。はい引き続き、えー、3点だけ事務局から報告させていただきたいと思います。参、え、政、ー、党はですね、えー、憲法に関しまして総見、えー、という立場を取っておりましてまあ、党員で、えー、どういった憲法がいいんだろうかということを本当に話し合う勉強し合うと。 ということで決闘いたしております。まあその宣言通りにですね、えぇ、ー、去る6月25日にですね、全国149箇所のですね、えぇ、ー、まあ、 支部が今260ほどありますので、149の支部でですね、えー、憲法に関しての勉強会をしていただいて、延べですね、1963名が、えー、集まりいただいて、まあ、憲法について学び、またディスカッションをして、えー、賛成とはこういう憲法を訴えていきたいと、えー、提案していきたいという形の会を開かせていただきました。まだですね、えーっと、残り26会場未開催のところがありますので、また日を合わせて引き続きやっていくと。 いう活動をしておりますそれから2点目ですけれども参、えーまあ、政党の資金源はどこ,なんどこなんだとよく聞かれますがそのかなりの部分をです、ね、政治資金パーティーに頼っているという実態がありまして、えー、今回選挙伸びてよかったんですが、えー、9月にですねまた第4回目のお過去最大規模の政治資金パーティーをーまた開催するということで、まあ、最大が6000人くらいまで集めているのでそれを超える規模での パーーティーをを月に開催すするとといいうことで準備をしています日程会場等も発表したかったんですがまだちょっと詰め切れてない部分もありますので、えー、次回に正式に発表していきたいというふうに考えております。それと3点目は謝罪なんですけれども、えー、我が党のアドバイザーの吉野俊明がですね令和、えー、新選組の山本太郎さんのお名前を出してですね、えー、街頭演説の中で、まあ、山本さんがあのー。 をですね積極的に打つようにということを言っていたというふうな発言をしてえっ、ー、とまあ令和新選組の方からですねそんなこと言っていないというふうなあ抗議の連絡が多数ございましてはいあのまあ私の認識をしてもそんなことを言っておられたって認識はなかったですしまあ党で調べてもですねそういった実態はなかったのでこれはまああの勘違いもしくは誤認であると。 いうことでまあ、今日本人参加できておりませんが、えー、本人に変わりまして、えー、謝罪と訂正をさせていただきたいというふうに思います。まあ、賛成党については、党員について申しておりますのは、あの事務局としてですね。まあ,あの政治家のまあ総理とか。 大臣とかの発言っていうのは大きいので、それがおかしいということを言うのは、まあ政策批判であるのでいいと思うんですが、まあ政治家個人の実名を出して、えー、叩いたりとかですね、えー、人権侵害名誉毀損になるようなことはしないようにということを徹底をしております。まあ我が党は逆にされることはあるんですけども、まあそれは我々としてはやり返すようなことはしないようにということで徹底しておりますので、まあ党員からもですね、それは党としてそういう通達をしているのにおかしいんではないのかというふうに党員からも ああのの問い合わせがありましたので、まあ、この点につきましては改めてガイドラインをしっかりと徹底してですねあの、まあ、政策の議論は大いにすべきだと思いますが、まあ、人格攻撃とかですねそういったことはあのとかあとまあ 間違った5人ですね。5人のことを、えー、発表していくと、やはり信頼性に関わりますので、その点については改めて、えー、ガイドラインをきちっと作ってですね、周知徹底していきたいというふうに考えております。はい。えーまあ、この点に関しましても、あの令和新選組の国会議員の方にもですね、あの、ちょっと問い合わせがありましたので、えー、それについては、あこういった場で、えー、謝罪をさせていただきますという形で言っておりましたので、この場を借りて、えー、通達連絡をさせていただきました。はい。私からは3点以上です。 はいありがとうございましたそれではここで本日お集まりの皆様から質疑を受けたいと思います質問のある方は挙手の上、はい、会社名と名前を名乗ってから質問のをよろしくお願いします、はい、あフリーランスライターの畠山道義ですよろしくお願いしますあの調査研究広報滞在費あの旧文通費なんですけれどもあのこれ現在国会議員に月額百万円支給されていてで使い道の限定とか使い道の公開それから 未使用分の返還義務っていうのも、えー、ないままなんですけれども参政党としてこの状態が続くっていうことは国民の理解が得られるとお考えかどうかで、えー、そもそも調査研究広報滞在費の在り方についてあの改めて参政党としての、えー、基本的な考え方っていうのを教えてください。 はい、いありがとうございます。あのまあ、給与分図費につきましてはですね、まあ、あのよくあの第二給与だというふうに揶揄されるんですけどそれは我々もやっぱおかしいと思っていまして、まあ、私が一人の議員ですので私も頂い,いてますが私の給与には一切なっていないということです。 まあ他の党に足並みを合わせます、あのえーまあ、出したくないところもあるでしょうし、いろいろとそういった、まあ、党で集めてなんかしてらっしゃるところもあるかもしれませんので、あのまあ、積極的にあの公開をすると、それを推進するということは、まあ、石野会のさんがやってらっしゃいますけれども、まあ、それは一つの意見であって、われわれとしては、えー、まず賛成党はきちっと使うということを党勢としていまして、まあ、さっきも言いましたように、個人の議員個人の第二歳費になるような形にはしない。 でうちの党としては、えー、交通費それから、えーとまあ、スタッフの人件費、えー、とかですねあと、まあ、会議代とか、まあ、時には会食することもありますのでそういったものも全部領収書をつけて何にいくら使ったということを。えー 全部出せるような状態ではは整えてはおります、はい、けれども、まあ、それをなんか我が党だけ発表しますというとですねなんかまるでそれをなんかピールに使っているように思われても嫌ですのでそこに関しては今のところ考えておりませんがただ、えー、っとやはりコーヒーですのでそれを個人に渡してするというのではなくてやはり党で預かって であのこういうことに使ったのである意味後払いでお金をもらうとだから私なんかが何か使う時はあの、まあ、ガイドラインがありますの、ね、でガイドラインに沿って使って領収書を見せて経理の方から後で清算してもらうというふうな会社の経費のような形に賛成とはしておりましてこれはあの国会議員が増えてもその方針でいこうというふうになりますし、まあ、何かの法律改正やルールが変わってあの公表しなさいと言われた時にはあのしっかりと出せるような。 ものは内部で整えているというそういう形で進めております。で良いでしょうか。あのまあこの他にまああの国会議員の方のまあええー、まあ国民からしたら特権と思われるようなものもあるかと思うんですけれども、あのそこについてまあ改善の余地があると考えているものが何か具体的にあったりするんでしょうか。そうですね特権というとまあ。 お金で言えば、歳費と給分図比と、あとは会派の費用が来てますね。それについても、まあ、まさに会派でなので。 党党の方にに預けていてていいで使うというふうとふしています。まあそれを言い出すとじゃあ政党助成金はどうなんだとかですねでまあ,あの無駄を削るとかっていうと聞こえはいいんですけども結局そうなってくると我々なんかがだからまだ1万1億8,000万しかあの政党助成金がないのでやっぱ選挙を戦う費用がないわけですからそういう政治資金パーティーをやるとか物販をやるとかですね本来それは政党がやることなのかというふうなあの意見もあると思うんですけどでもないと戦えない なので,ので、まあ、我々のような小さい党はですねそういったまあ国から支給されるお金まあ党の活動費としては有効に使っていきたいのであんまりそこをこう切る切る切るとやっていくと結局活動を自分たちで制約してしまうことになったり変な営業活動をしないといけなくなってしまうのでそれはあの矛盾するかなというふうに思っております。からあととととは議員員員ののののの歳費をを削削るるかか、ね、この間も国会会であの裁判官の方とかあと各委員会の委員長さんの手当を削るというのを もありましほ、まあ、他の党は全て賛成したように私は思ったんですが、まあ、議長を見てまして参議院では賛成党だけはそれに反対したというふうなことがありますでなぜ反対したかと言いますとやはりですねあの今政府も賃上げをしないといけないというふうに言われてますねでまあ確かにあのその手当土日もつくそうなんでそれはどうなのというのはもちろんありましたありましたが そういうものをどん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 削っていくと、結局みんなでお前もらいすぎだ、お前もらいすぎだ、お前もらいすぎだと。例えばマスコミの給料が高い。皆さんだったらね。だからもっと削るべきだと。NHK は、ね、あの受信料集めてて、給料高すぎるじゃないかとやってるじゃないですか。そうなってくると、例えばこれ大阪であったことですけども、学校の先生が日教祖に入ってて、組合活動ばっかりやってるのに、待遇が良すぎると。ね。組合費にも給料が、組合活動にも給料出てるじゃないかとなって削った結果、大阪どうなったかっていうとですね、先生のなり手が一気に減ったんですね。 はい、のであの公務員の方確かに何もせずに給料をもらってるのはダメかもしれませんがやってる方もいらっしゃるわけですで裁判官にしろ国会議員にしろ一定の役職に就く人たちっていうのはやっぱりそれなりに積み上げててなってらっらしゃるわけですよねそれが、えー、そんな手当いられないじゃないか不要じゃないかってどんどん削っていくと結局日本人がみんなでみんなの給料を下げてってであの首を絞め合うと。 いう形になり日本人が貧しくなってで外国企業の方がたくさん給料くれるからいい人材が外資に流れるとなったらですねこれ国の根幹を揺るがすので私たちはその、まあ、あの特定の政党になってしまいますけどもなんか身を切る改革とか無駄を切るとかですねそれは大間違いだということを訴えてますのであのもちろん不正なことは駄目です。のであの 国からいただいている公費ですね。税金からいただいているお金は、しっかりと明朗会計でやってですね、何にどう使ったかが、正々堂々と見せれる状況にしながら、有効に使っていくと。 いうことが大事なのかなというふうに思いますし、まあ私は自分が国会議員なんであまり偉そうなことはあの言うとあれかもしれませんが、やっぱり国会議員もそれなりにやっぱりなるまでにも、それ活動にもお金かかりますから、それを変に無駄だ無駄だと言って削っていくと、結局いらないところであのお金を集めないといけない。で、まあ最悪の話はもう企業とかに買収されてしまうということも、あの、ありますので、 やはり、しっかりとした仕事をしてもらうためには、あの、一定以上の給料なり、待遇は必要だというふうに考えているので、えー、その、どんどん削っていくことが国民のニーズだというふうに言われてもですね、それは国民の側が間違ってるんだというふうに、我々はしっかりと説明していきたいという、そういったスタンスです。はい。 えーまあ、身を切る改革と言っている、まあ、政党、まあ、具体名は言わないですけど、あのそういう政党だと、まあ、議員定数を減らそうっていう考えの党もあると思うんですけれども、参政党としては、議員定数について、どのような考えをお持ちですか。あ、はい、ありがとうございいますあの ちょっと国政と地方で若干違うところあるんですけども、確かに国会議員は外国と比べても少し多いのかなというふうに思っています。ので、国会議員の定数の話にはですね、議論の余地があると思ってますが、ただ、もし国会議員の数を減らせというんだったら、今、秘書が公費で3人ですね。秘書を10人ぐらいにしてもらいたいですね。はい。だから国会議員は数は減るけれども、1人当たりの政策能力が高まれば、国民の,あのために働けることはできると思うので、あのそういった形で、 定数を減らすんであれば、その分、秘書を3倍ぐらい増やすと、はい、そして一人一人の議員がもっと仕事ができるようにするという形が、国民の理にかなうかというふうに考えております。で地方以外に関しましてはです、ね、あのまあ、人口1万人のところに30人も40人も議員がいるとそれは多すぎますねというのは分かりますが、私なんかは大阪府の吹田市というです、ね、当時はまあ人口増えてるんですが、人口36万人に議員が36人と。 いうところでしたで。そこでもやっぱり維新の風が吹いてきて、ああの特定の,あの、まあ、維新の風が大阪まで吹いてきてですね、あの定数削減だというのを議会でずっとやりましたが、私がその時、これは個人的な見解でずっと言ってたのは、1万人に1人は必要じゃないですかと。はい。で、あの定数を絞ると、強い政党の候補者しか通ってこないんですよ。ので、多様な民意の反映ができなくなると。 維新さんはまあ、僕、維新の議員と議論してたんで、人気があって、今だから言えるけれども、我々の無所属の議員からしてみたら、本当に一人一人の,、ね、あの市民の方と触れ合って、票を集めて上がってきてるとで、そういう人たちが下の方にいっぱいいると、あの順位でいうとですね、定数削ったら、この人たちが全部いなくなって、自民、公明、共産、維新とか、特定の政党の人たちばっかりになってしまいますよねと、これで多様な民意の反映できるんですかと。 で、仮に議員定数を、じゃあ、一人削りました、二人削りましたって、年間いくら、ね、歳費削れるんですかと。数千万ですよね。よく言って億ですよねと。水田市の予算何千億あるんですかと。ね。それを市長がですよ。議員の数が減ったら奨学しやすくなるわけですよ。 そして、議会っていうのはそもそも市長が暴走しないように、二元代表で市長の暴走を止めるためのチェック機能としてあるのに、そのチェック機能を弱めて、で、それをしかも数千万をカットするために弱めて、市長が変な汚職とか談合とかして、数億のね、マイナスを市民に損生,じ生じさせる方が問題でしょと。だからやっぱり人口1万人に1人とか、まあ、地方だったら5千人に1人とか、そのぐらいの数は必要で、数を減らしゃいいってもんではないということをですね、 言ってましたそれはもう単なるパフォーマンスじゃないのかと、でこれがね、かなりあの私と維新の会の議員さんとのです、ね、決定的な違いになりましてですね、はい、で、議員聞いてるとです、ね、いや、俺たちもおかしいと思ってんだよねって議員もいるんですよ、ただ、当然なんで言わないとおかれるんだっていうから、いや当然に流されるんだと、一人一人しっかり考えろということを、維新の,の議員さんには何度も言ったことがあります。 はい、ので参政党もあの議員の皆さんにあの議員定数削減を積極的に訴えなさいとかそういったことは一切言っておりません、ただ過剰に多いところもあるとは思うのでそういったところの見直しに関しては合理的な範囲でやってもらったりと人口がやっぱりどんどん減っているのに議員定数だけが維持されているとかそれはちょっとおかしいよねということで多様な民意の反映ができているかどうかそれを各議会で考えてほしいというのが参政党の考えです長くなりましたけど以上です。 デイリースポーツの杉田と申します。よろしくお願いいたします。すいません。先ほどのですね、あの吉野さんの件なんですけれども、この吉野さんのその山本太郎さんについて語ったというのはこれ該当あのちょっと動画で動画でしか私ちょっと拝見してないんですけど、どのどどちらでおっしゃった発言なんでしょうか。新潟県だと私聞いております。え、6月でしたっけ。あの今週末ですね。本<日>はい。 で、あの今、あの神谷議員がまあ一応謝罪されたと。うこれでもう一応その令和さんとのその何て言うんですかね。謝罪というか、そのもういざこざというのは、もこれでおしまいみたいな感じになるんですか？いや、もうそうしたいと思っていますけども。<laughs> あの問い合わせがあった段階で、あのまもう口頭では、あのままあ、文面ではあの一応確認してえします。と。でもま、それはもう明らかにあのちょっと。 誇張があったというかです、ね、あのまあ、おそらく、まあ、本人いないんで、まあ、その積極的に止めてなかったということを言いたかったんだとは思うんですけれども、まあ、それとやっぱりねあの、どんどんと進めていたというのは、やっぱり表現が違いますので、そこはやはり、誤解を見ますから、そこはやっぱり訂正しておかないといけないだろうという判断をしておりまますわかりりしたありがとうございます。はい